イレージ教務長の中森です。それでは今回も質問に答えていきましょう。武田塾チャンネル。総計の英語で合格点を取るにはマーチレベルの英語で満点レベルまでいかないと厳しいですか？いやー、そんなことはないとは思うけど、まあ、学校にもよるけどね。偏差値が例えばその志望校より低い学校だからといって満点が取れるかどうかって言ったらそうでもないケースっていうのは全然あるから、まあとりあえず合格点取るのを安定できるかどうかっていう感じじゃないですかね、まずは。そこまでいったら、まあ、総計の英語を対策することの方が大事になってくるかと思います。マーチ満点取るよりもね。科学のアウトプット教材は何を使うのがいいですか？まあ、やっぱり重要問題集じゃないですかね。あとは例えば新標準演習ですね。新標準演習あたりとかがいいんじゃないかなとは思いますけれども、はい。私立文系の総計志望で河合で偏差値65くらいです。数学と社会が得意なので慶応書を英数社方式で第一志望にしてます。しかし他の次第を受けるには国語必須なので4教科勉強している状況です。滑り止めで国公立の埼玉大初代 横一を受けるのはどう思いますか？単純な話、それやって慶応の対策間に合うのかどうかによるんじゃないですか。そのね、それを可能性下げてまで本人は対策しようとは思ってないと思うんで、まあ、そこはしっかりね、比較して、やってもらえればいいんじゃないかなとは思いますけれども。立教志望です。古文常識についてですが、古文単語ゴロゴに収録している古文常識って乗り切れますか？いやー、一冊やった方がいいと思うよ。なんていうか、覚えるってだけじゃなくて読んで知っとくっていうのも結構重要だと思うから、まあ古文常識であれば、例えばマドンナ古文常識とか、あとは読んでみて覚えるとか速読古文常識とか、その辺あるんで、まあこの辺り読んどくと、まあ単純に面白いしね、知っとくとだいぶ知識深まると思いますよ。まあ読んどくだけでもいいんで、とりあえず読んでおいた方がいいかなと思います。日大志望って恥ずかしいんですかね？全然そんなことないと思いますよ。僕はもう志望校っていうか本人が行きたいところをもう貫くのがいいと思ってるんで、例えば大学受験を志すときに偏差値とかはね、やっぱ最初気になるところだと思うんですけど、合う合わないは実際あるし、この人の元でどうしても受けたい授業があるとかね、まあ、そういうのもあるから、まあね、世間的な部分で見ていくとやっぱその偏差値高いところ目指さないとなんかね、言われたりするところもあるとは思うんだけど、正直日大も全然いい大学だと僕は思いますし、他の大学でもその偏差値とかにこだわらず行きたいと思ったところ行くのが一番いいんじゃないかなと思うし、それは堂々と言ってほしいかなとは思いますけどね。なんか自分が恥ずかしいと思う学校に行くっていうのもなんか変な話かなと思うんで、他の人にね何言われようと自分自身が行きたい学校だったらそれはもう堂々と宣言しちゃっていいんじゃないかなって思いますね。英語長文は解き終えて答え合わせをして解説などを読んだ後に SVOC 振った方がいいですか？正確に読めてないなってところなんかはやった方がいいし、長文の正解率が安定しないんだったら全文やった方がいいかなと思いますね。要は SVOC っていうのはいざとなったらできる、必要だったらできるっていう力はやっぱ必要なんで、まあ、それができるなら別にやんなくてもいいんだけど、できてるかどうか不安だったらやった方がいいし、できてないならしっかり練習した方がいいですね。というところですね。今回は以上です。武田塾チャンネル公開収録第2回 in 大阪を、武田塾大阪校で開催します。前回と同じく、概要欄から、申し込み、できるようになっておりますの で今回は私と高田先生が出演するという形でご参加ください。なんと今回は、はい、参加した全員にですね、志望校のカリキュラムプレゼントしちゃいますよと、はい、なってます。関西の皆さん、僕たちに会いに来てね。はい、